MU-2、MU-2 は日本の三菱重工業が製造した多目的小型ビジネス飛行機で総発のプロペラ機。1963年昭和38年初飛行。三菱から多数の技術者が出航し、日本航空機製造で YS-11 の開発が行われていた1960年昭和35年頃から企画が始まった。 三菱は、海 -86F や S-55 のライセンス生産を通じて、戦前の自信を取り例つつあり、次期主力戦闘機の調査団として参加した。三菱の池田賢治課長は、アメリカで多数の小型ビジネス機を目撃し、この程度なら、三菱でもできるのではと考えて、帰国すると早速、若手技術者らに自分の見たものを説明し、独自に計画を進めた。 コンセプトとしては、軍民両用の小型ターボプロッププロペラ機で、市場は北米の車用、自家用のビジネス向けとした。また、日本の現状を考えて、技術的にも、経営的にも背伸びしないもの、欧米その他、海外に輸出可能なものとして、設計を進めた。なるべく欧米の真似ではなく、三菱らしさを前面に出すため、基礎技術など以外は、 ほとんど独自に設計を行った。参考として役立ったのが、三菱が保管してきた戦前を呼び、戦中の軍用機図面で、若手技術者は陸軍の機83試作遠距離総発戦闘機を参考にしたほか、アメリカの航空雑誌の断片記事のコピーで勉強したという。当時の小型飛行機は、 戦前のレシプロエンジンをそのままターボプロップに乗せ替えているだけという場合が多く、全く最初から設計した三菱は、それだけで注目を集め、有利だと考えられた。1963年、昭和38年9月14日に試作1号機が初飛行したが、いろいろと不具合が見つかり、また、量産方式に不慣れな点があったことから、 ライセンス生産していた会 -86AF の方式を参考にした。1965年、昭和40年2月19日に MU-2A が運輸省、現国土交通省航空局の形式証明を取得し、9月にはアメリカ向けにギャレットエンジンに付加した MU-2B も取得、11月にアメリカの連邦航空局 FAA の形式証明も取得でき、 翌1966年、昭和41年に発売を開始した。形式証明に先立って、1964年、昭和39年に、西ドイツハノーファーでの航空ショーに、出品、ゼロ戦を作った、三菱のビジネス機として、注目を集め、翌1965年、昭和40年からは、欧米各地へデモフライトを行い、全宣伝を行ってきた。 日本国内では陸上自衛隊と航空自衛隊が作戦機として、そして毎日新聞社が社機として採用を決定。これも相当な宣伝になった。なお、1966年昭和41年には日本での講演のために来日していた当時のベルリンフィルハーモニー管弦楽団の常任指揮者ヘルベルト・フォンカライアンが 三菱重工小牧工場を訪れ MU-2 のコックピットに座ったという出来事もあった。カラヤンの MU-2 に対しての感想は上々であったという。また、三菱は北米に販売網を持たないため、販売とアフターサービスを小型企業界4位のムーニー社に委託して、三菱は機体を半完成状態で輸出し、ムーニーの工場で アメリカ製の装備品調達と最終組み立てを行うことになった。万全の体制で販売に臨んだはずであったが、ムーニーが販売開始間もなく、MU-2 には関係ないところで経理上の問題を起こして、急速に経営難に陥り、倒産寸前となってしまった。三菱は余波を避けるために1967年、昭和42年、ムーニーのある テキサス州サンアンジェロ市に、三菱重工が8、三菱商事が2の割合で出資した、現地法人三菱アメリカインダストリー、前を立したものの、設立直後に、ムーニーが、MU-2 の事業から撤退したため、サンアンジェロ工場を購入し業務をすべて引き受けた。販売には、航空機セールスマンクラブで人材を探し、すべてアメリカ人に営業をさせることで、 未知の民間企業界に乗り込んだ。同時に機体のファミリー化を図り、長胴型や出力増強系を販売し、顧客のニーズに応えられるようになった。アメリカには国内で飛ばす航空機はその50%以上を米国製の部品で作られていなければならないという法律、バイアメリカン法があり、そのためにムーニーに委託して部品を調達しもらっていたが、 三菱が自らやらねばならなくなった。しかし、部品企業は、民間航空機事業を初めて行う三菱を信用せず、なかなか調達できなかったり、できても異常に値を釣り上げられてしまう有様さまだった。そこで、三菱はそれまでの日本人ではなく、アメリカ人営業マンに買い付けに行かせると、それだけで、部品価格が下がったという。三菱が販売を開始した1967年。 昭和42年、ようやく5機を受注して、以降、安定性の高い飛行機として評判が広がり、年産4 0機から50機にまで成長した。ところが、ベトナム戦争によって、米政府は財政赤字に陥り、1971年、昭和46年、米政府は、ドル防衛策として、円の固定相場制を変動が合わせに移行すると発表した。いわゆるニクソンショック。 ドルショックであった。円は、急速に値上がりし、輸出するだけで、高い利益を得ていた日本経済は大打撃をこむった。MU- にも、アメリカに輸出という形をとっていたため、再三割れを起こしてしまい、赤字が増大、航空機は、初期投資が膨大なため、多少の売上では黒字にならない、コストダウンを迫られた。それでも1972年、 昭和47年は月産6期、1973年、昭和48年には月産8期を維持し、赤字ながら販売は好調だった。この様子は米国に挑戦する日本企業として注目を浴び、CBS は特別番組を制作するほどだった。だが、1973年、昭和48年秋に起きた中東戦争は、 世界的なオイルショックをもたらし、原材料や人件費が暴騰して、急激なインフレーションが起こった。燃料費の高騰によってエアラインは軒並み、経営不振となり、また、販売を委託していた、北米の各社も、経営不振に陥って、MU-2 の受注が急減した。そこで、委託販売を止めて、再び前が直接販売を開始したが、売れ行きは伸び悩んだ。 1987年、昭和62年、新型機ビジネスジェット機である MU-300 に販売を集中するため MU-2 の生産を終了した。総生産数は762機、世界27カ国で販売され、世界の小型ビジネス機の中でもベストセラーであった。三菱はその後も MU-2 の プロダクトスサポートを担当していたが、一度 MU-300 と共にビーチクラフトに移管された。1998年、平成10年に再度三菱に移管され、名古屋航空宇宙システム製作所から業務の拠点とするダラスへ、社員2名が派遣され、現地社員と共にサポートを行った。2002年、平成14年と2005年、平成17年には、 米国航空雑誌として、著名なアビエーションインターナショナルニュース誌で、自家用機プロダクトサポートのターボプロップ部門におい、第1位の評価を得た。外見は、高翼、双発エンジンの常識的なものであるが、小型軽量な機体の割に、室内容積は大きく、市場では特に時速 500km を超える高速、巡航性能、航続力、悪天効果でも良好な操縦。 安定性等が好評であった。エンジン、内装、燃料タンクなどに改良を加えながら単動型6種と長動型4種、自衛隊向けを除くが生産され、海外向け商品名は単動型がソリテア、長動型がマーキーズとされていた。構造や技術には独自のものを取り入れた。最大の特徴である。 主翼公園全長にわたるダブルスロッテッドフラップは、同級機に比べて5割程度翼面荷重を大きくし、強力な短距離離着陸、エストール特性、速度性能、高い運動性を保っている。このフラップによって、通常の補助翼は使用できず、横方向の操縦にはスポイラーを使用する。主翼を小型化したことで、尾翼も小さくなり、機体の軽量化によって、 高性能低価格の飛行機を実現した。エンジンは、このクラスとしては世界に先駆けて、ターボプロップエンジンを採用、試作、試験機である MU-2A は、フッツチュルボメカ社のアスタズ 2K、715馬力を搭載していたが、主たる輸出先であるアメリカ合衆国向けの量産機は、米国製、ギャレットエアリサーチ TPE331 とした。このため、 A 型は、試作2機、量産1機の3機で、生産中止となっている。膠着装置は、地上での視界に優れる、前足式で、すべてがドアを持った引き込み式である。MU-2 が持つ、高速性と機動性は、ことに北米において評価が高く、この機体を形容する言葉として、ホットロット、ホットロットが用いられるほどである。 低空でも高速飛行できる特性から近年では小口輸送用の高速輸送機として貨物機に改造される機体も増えている。m u に販売当時の日本ではビジネス機の市場が小さかったため民間ではそれほどの売り上げには繋がらずもっぱら自衛隊への納入となった。航空自衛隊では三菱が MU-2D を自衛隊仕様にした MU-2E を、1967年、昭和42年に、MU-2S 救難捜索機、遭難機の乗員を捜索する任務として採用し、1987年、昭和62年までに29機を導入、全国の救難隊に1から2機ずつを配備した。機体は、余圧キャビンの廃止、後方、通信装備の強化、救命具、マーカーのラック設置、 東海用スライドドアの増設、77ガロ入り燃料タンクの増設、導体量側面には水滴型の大型観測窓を設置するなど、多機の改造点があるが、外見の特徴は機種に搭載されたドップラーレーダー、レドームにより通常より50センチメートルほど長くなっている。老朽化のため、1995年、平成7年から、 U-125A に順次交代し、2008年、平成20年10月22日に退役した。1975年、昭和50年には、長堂の MU-2G を、MU-2J 飛行点検機、広報用などの航空設備の動作をチェックする任務として、採用、4機導入した。外観は、MU-2G と大差ないが、機体構造が一部強化され、 機内に、広報、通信機器、オシロスコープ、グラフィックレコーダーなどの機材が搭載された。老朽化のため U-125 に交代し、1994年、平成6年3月22日に、用途廃止となった。陸上自衛隊では、MU-2C を、連絡偵察機、駐屯地の連絡輸送と偵察を行う任務、LR-1 として採用した。 1>, 1号機は1967年、昭和42年5月11日に初飛行、1969年、昭和44年から量産2号機以降が引き渡され、1984年、昭和59年までに20機を導入した。機体は、空自の MU-2S と同様に、キャビン余圧を廃止し、ただし、後期に製造された機体は、余圧キャビンを持つ乗員2隻、 乗客5席とした。偵察時は弱マイナス 30A カメラ2機と 12.7mm 重機関銃 M2 を2丁装備できる。沖縄県の第101飛行隊に配備されていた LR-1 では通常の明細塗装ではなくオリーブドラブを基調とした白とオレンジ色に塗られた沖縄仕様となっていた。LR-1 の老朽化に伴い2000年。 平成12年から後継機の LR-2 として、冷静音声 BH350 キングヤの導入が進められ、2016年、平成28年2月15日の19号機の最終フライトをもって LR-1 は都廃止となった。アメリカ陸軍では1971年、昭和46年にティルトローター機の開発検討を開始し、 翌1972年昭和47年春に v ストールテールトローター計画を NASA と共同で発表した。これに対して4社が使用書を提出し、その中でベルエアクラフトアンのモデル300とボーイングバートレワンのモデル222が選定された。このモデル222は研究開発費を低減させるために MU-2J の胴体 VIV 公着装置を利用すると明記していた。1973年、昭和48年4月には、ベルアンが採用されることが決定し、MU-2J の利用はなくなったが、XV-15 と名付けられた、モデル300の胴体形状は、MU-2 に類似しており、XV-15 は、MU-2 を利用しているという俗説も生まれた。ベルの説明書などには、 mu-2 について一切書かれていない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。